牛尾田玲子は、日本の元バドミントン選手。山陽電気バドミントン部を経て、日本ユニシス女子バドミントン部に所属した。福岡県京都郡神田町出身。右利き。マネジメント事務所は、セントフォース。九州国際大学附属高等学校女子部。卒業後の2002年から2009年まで、山陽電気バドミントン部所属。チームメイトの小倉久美子とダブルスペア。 小串を組み、全日本総合選手権、大会後連覇、世界ベスト8に入れる、実力派ペアとして活躍した。2008年12月に小倉と田本を分かち、ペアを解消。2009年4月、ロンドンオリンピックでのメダル獲得を目指すべく、日本ユニシスに所属する、池田慎太郎と混合ダブルスペアを結成。また、山陽電機への所属形態を、契約社員へ変更。 同年7月に芸能事務所セントフォースと契約し、不定期ながらもキー局で自らの名を冠したコーナーを持つ。2010年3月30日付で山陽電機との所属契約を終了。同年5月16日付で日本ユニシスとプロフェッショナル社員契約を結び、同社女子バドミントン部に加入した。2012年7月19日。 同年9月開催のヨネックスオープンジャパン出場を最後に現役生活からの引退を表明。ロンドンオリンピックに日本代表選手として出場するも一時リーグ敗退。ヨネックスオープンジャパンでは混合ダブルス準決勝まで進むもインドネシアペアを前に敗退し、この大会をもって現役を引退。2012年9月30日、29歳の誕生日に サッカー選手像、島達也と結婚したことを発表。2014年より、公益財団法人日本バドミントン協会の普及指導開発部のメンバーに選ばれている。2015年5月2日、第一子を妊娠中であることを明らかにした。妊娠をきっかけに、育児セラピスト2級の資格を取得。2015年9月28日放送の N スタの番組内で、 第一子男児を出産したことを発表、自身のブログでも報告を行った。2017年4月5日には、第二子妊娠を報告。8月7日に、第二子女児を出産した。2021年元旦に昨年引退した夫、ゾウ、島達也の YouTuber 転身を報告。家族4人の写真と共に、ゾウ島系チャンネル。 のチャンネル画像を自身のインスタグラムに投稿した。第13回ベストマザー賞2021のスポーツ部門を受賞。ただし、もともと決勝進出を予期されていなかったことから、ドイツジュニアでは航空券の日程の都合より決勝戦を棄権するという不遇を強いられた。ちなみに、同じく同校卒であることから、打席には男子ダブルスの池田慎太郎がついた。 ジャパンアルコンジャパンアルコンオグシオでの出演はオグシオ CM など参照。ありがとうございます。